経営戦略サミット来年1月開催。出演者はこちら。詳しくは概要欄のリンクをチェック。ジャパンストップチャンネル2023年最後のゲストを語っていただくのはこの方です。チェンジホールディングス代表の福留さんでございます。今年最後のゲストを飾っていただくことになります。ありがとうございます。ちなみに福留さん、今日でですね、あのジャパンストックチャンネルの出場回数が4回目最多ですか？最多賞です。ありがとうございます。過去にですね、ジレットジャパン黒田さん、ベネフィットワン白石さん、はい、ロードスターキャピタル岩野さんがそれぞれ3回、福留さんも3回だったんですけど、はい、今日頭1個出ました。ありがとうございます。第1位福留さん出ていただいたのが、うちが本当あのこのチャンネルスタートした19年1月、004から006、はい、放映回数がですね、うん、その時に1回目、はい、この時が実はあのふるさとチョイス、はい、M&A 直後ぐらい、そうですね、はい、でした。で2回目が、20年の12月、うん、放映ナンバーでいうと223から225、うん、うん、2年後ぐらい出てもらったんですけど、はい、今日はだからもう3年ぶりですよ。なるほど、3年ぶり。ありがとうございます。かなりビジネスの中身も変わってきました。そうですよね、はい、あの福留さんの前回と前々回、はい、僕も久しぶりに、うん、あの 前回前々回の動画全部見たんですけど、実は1話目、はい、あの前編、まあ、今日は前編後編でいこうと思うんですけど、前編の方で毎回聞いてるのは共通してるのがあったんですよ。チェンジは今何屋さんですかっていう話。なるほど、はいはい、なので、今回もですね、うん、まさにこ の, あの3年間本当に福留さん、僕あの、うん、お食事は本当によくご一緒させてもらってましたし、はい、その時折の話聞いてますけど、うん、だいぶ変化の多い3年間でしたね、はい、今何やかっていうふうに問われると、うん、DX× 地方創生っていうところの軸はぶらしてないかなと、うん、それ変わってないですね、はい、3年前と。そこは全く変わってなくて、うん、そうであるがゆえに、まあ、この3年何頑張ってたかっていうと、お頑張ってた、まあ、やっぱり一番、まあ、DX 人材の育成も含めた自治体 DX ですね、はいはい、地方自治体の DX っていうところを、うんうん、国のデジタル田園都市国家構想であったりだとか、はいはいはい、いろんなその国の政策、まあ、地方自治体のそれぞれの方針に基づいて、うんうん、僕らがどんどんこうプロダクトを作っては市場に投入するみたいなことをやってましたね。じゃあ今これからどうしようとしてるのかっていう、そうですね、その中でも、まあ、なんて言うんでしょう、力点となるもの、うん、そのまさに DX ツール、うん、もういろいろ僕も拝見させてもらってて、はい、例えばチャットツール、ロゴチャットだったりとか、うん、はい、いろいろなものを投入されてるのは本当拝見してるんですけど、うん、はい、中でもそのなんて言うんでしょう、まあ、力点を置くところというか、うん、まあ、どういうところになります？そうですね、まあ、今すごく考えてるのは、意識してるのは、はい、国って常にこういろんな政策を出すじゃないですか、うんうんうん、例えば今の岸田政権でいうと、はい、スタートアップ、スタートアップ、スタートアップをあのお金計画、はい、どんどん支援して強化していきましょうっていう話であったり、うんうん、あるいはこう資産運用立国みたいな話だったりとか、ニーサとか新ニーサとか、ね、はい、あるいは子育て、子ども家庭庁を作って、うん、子育てもっとあの支援して少子化対策やりましょうとか、本当にその時その時で常にこうホットなトピックがあって、それってしかも1年2年であのできる話ではなくて、ね、多分最短で5年、はいはい、もしかしたら10年20年のテーマになるような国の政策ってあるじゃないですか、うんうんうん、だからこそあの僕は自分が地方出身っていうこともあって、うん、鹿児島、はい、ご一緒したこともある鹿児島、はい、なので、まあ、地方創生をあの一つの軸にしてるんですけど、はい、地方創生って一つの観点であって、うん、当然その地方創生の中にまさにスタートアップ政策だったり、うん、少子化対策だったり、はい、あるいは観光立国だったりとか、まあ、いろんなそのテーマが相互に関係してくると思ってるんですよ、うん、なるほどなるほど。なので次のこのチェンジ、これ何をチェンジする、うん、僕ら、まあ、あのミッションでチェンジジャパンって言ってるので、うん、だから会社何のためにあるのって言われると、うん、日本を変えるためにあります、うん、日本をより良い国に変えるためにありますっていう僕らの その、まあ、存在意義なので、はいはい、素直に捉えた、うん、あの事業、まだ言葉がこなれてないんですけど、はいはい、国の政策のアウトソーサーになりたいなと、要するに国が何かの政策をやりたいっていう時に任しといてくださいと、はい、我任せよと、そう、ほうほうほう、我々がその国の政策をしっかり形にします、うん、そして税金をお預かりし最大のリターンを国あるいは国民にお返しします、うん、みたいな、うん、まあ、そういうビジネスにしようかなっていうふうに思ってまして、うん、はい、例えばスタートアップ政策をやるにしても、うん、僕らスタートアップのことめちゃくちゃよく分かってるじゃないですか、です、ね、出資もたくさんしてますし、出資もたくさんしてますし、M&Aもしてますし、はい、まあ、うまくいったことも、まあ、うまくいかなかったこともいっぱいありますし、いわゆる、まあ、現場が分かってるわけですよね、うんうんうん、この現場が分かってる人間が一番機会も、はい、要はチャンス
スもリスクも発見できるわけですよ、うん、要はどこに国のリソース、うん、人とかお金とか、まあ、大事なものを投入すべきか、うん、っていうことが現場から見えてるので、うん、どんどん国に提言していって、うん、で僕らが例えばスタートアップ政策でいうと、はい、こういう形で担えます、うん、我々の例えばインバウンドその観光立国っていう観点でいうとこんなメニューでサポートできますと、うん、でそうすることによって最もそのコストパフォーマンスのいい国の政策の実行ができるというような、まあ、そういう事業体を作りたいなというふうに、うん、はい、最近思ってます、はい、なんか構想がだいぶなんて言うでしょう当時から、ま、ビッグビジョンであったものの国がやろうしてるテーマに即してっていう、はい、イメージですよね。そうですね、まあ、その時々 の、 その日本が抱えている課題であったり、うん、まあ、国が推進したい政策っていうのをどういう形で実行に移すと例えば戦略を描き、はい、どんな風に実行に落とす要は体制作りも含めてと、うん、あの一番こう政策としてのパフォーマンスが高いかっていうことを、はいはい、ここをなんか科学したいんですよ。科学する、はい、スローガンはよくわかると、はい、でみんな総論は賛成すると、うんうんうん、でもなんかこう実行しようと思うと、うん、まあ、いろんなハレーションがあるわけですよ。そうですね、関係者のなんか都合もありますよね。そう、うん、関係者の都合あるじゃないですか、うん、で日本って優しい国なので、うん、なんかこうガサッとひっくり返して既存の秩序をまあゼロにしてなんか新しいことやりましょう。例えばねライドシェアの話で言うと、うんうんうん、まあタクシー事業者さんとか、まあ、一生懸命今頑張ってる人たちいるわけですよね、はい、でこの既存の事業者とこういうライドシェアみたいな新しい仕組みはどう共存できるんですかと、うん、万が一共存できないのであればどんな風に決着をつければより良い社会に進化できるんですかみたいなのを多分答え出さないといけないと思うんですよ、はい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 、いちいちこれを我々はまあチェンジジャパンということでやっていこうかなと、うん、なるほど、はい、まあ、そういうのをそう受け先になって実行していきたいっていう、はい、そうですね、はい、あのチェンジホールディングスに持ち株会社にも今年の春にですね、うん、あの称号変更とともに持ち株会社に移行して、はい、僕新しいコーポレートサイトを今回眺めてた時に、うん、グループ会社をカテゴリーで分けてたのを見つけまして、はいはい、これってそれがまさに国が持っているテーマの人かける技術のドメインと、うん、地方創生、次世代インフラ、現場の可視化、観光戦略、自治体活性、DX 人材育成、これ国の政策に沿ってません？最終的にはもうそういうメニューにしようかなメニュー、はい、思ってるんですよね。すごい見やすいメニューだなと思ってこれ、はい、そうなんですよ。だからなんていうんですかね、まあ、国の省庁あるじゃないですか、うん、例えば厚生労働省っていうのがあったら、うん、僕らは当然医療だとか、うん、福祉だとかそういうようなサービスを展開しないといけないですし、うんうん、例えば経済産業省、まあ、いろんなことやってますけれども、はい、まあ、そこに対して例えばロボットだとか、うん、いろんな新しいテクノロジーの活用だったりとかで金融庁だったら、うん、何かしらその金融にまつわるような、はい、こうサービスであったりとかっていう、まあ、国のそれぞれ の、 そのまず縦の機能別にその組織が、うん、あの編成されているところに対していろんなこのサービスメニューとか組織を作っていけるといいかなっていうのが、まあ、言ってみたら今はこのどちらかデジタルにフォーカスしてますけれども、はいはいはい、デジタル×地方創生っていうところですけれどもこれをもうちょっとこう幅を広げていくような、うん、あの展開をしていかないといけないかなっていうふうに思ってますよね。あの上場当時、うん、当初は、うん、まあ、いわゆるその IT の研修だったりとか、はい、そういったのが メイン事業であって、うん、でその後あの19年20年に、まあ、まさにそのご登場いただいた時って地方 ×DX× 地方創生っていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、うん、それでもやっぱり19年に M&A したトラストバンクのふるさとチョイス、はい、ふるさと納税の会社っていうイメージが結構あったと思うんですけど、はい、今もうグループ会社も合計でいうとそうですね今もう11社ありますかね、はい、ですよね、はい、カテゴリーがいろいろあるんで、うんうん、ふるさとチョイスふるさと納税の屋さんでは全く変わってますね、はい、うん、そうですね。だからまあふるさと納税非常に大事なコアビジネスですし、まあ、地方にある種お金を預けお金をこうもたらす、うんうん、はいはい、まあ、すごく大事なあのサービスではありますけれども、うんうん、それだけだと解決にならないので、まあ、そこからですねどんな展開をしていくかっていうのが、うんうん、まあ、我々としては一番大事かなと思います。グループ会社の11社のうちもうほとんどが M&A による取得、そうですね、 M&A とジョイントベンチャー、あ、ジョイントベンチャーと、はい、なのでまあ新設はまあどっかの会社と一緒にですね、例えば KDDI さんとか合弁を作るっていうのと、はいはい、あとは大体 M&A ですね。福さんにあの前回出ていただいたまさに20年の12月でいうとその進行期がですね、あの着地があの21年の9月期、うん、当時がですねトップラインで156億で営業利益59億がちょうど今期の着地予想ですね、トップラインで340億の営業利益110億、しかも絶対額がある中での2倍じゃないですか、うん、大きく貢献しているのは何なんですか。そうですね、まあ、新規事業もそれぞれ貢献
してますし、うんうん、あとはまあ当然そのふるさとチョイスっていうところはコア事業になってますけれども、伸びてる。しっかりまあ収益を稼ぐ仕組みっていうのを、うんまあ、それぞれの事業で作ってきましたけれども、うんうんうんまあ、やっぱりあの大きくその時に全くなくて今あのかなりのポーションを占めるようになってきてるのは、はい、やっぱり自治体の DX ですね。あの時はまあ構想としてあったものが現実に商売になって、まあ、利益に変わってると。そうですね。要はふるさと納税で持っているその自治体の顧客基盤っていうのが大体1700ぐらいなんですよ。もう自治体のそのカバレッジ 95% 超えたんですよ。まもなく全クリですね、はい、そうですね、まあまあ、いよいよこう全クリに近づいてきてるというところで、この顧客基盤をまあ足がかりにして、うんまあ、自治体向けの SaaS であるとか、まあ、プラットフォームのビジネスを展開していって、うん、今だいたい1200から1300ぐらいの顧客がその IT の顾客でもあるんですよ、うん、だいたい6、7割ぐらいまでまあ来てるっていうところでして、まあ、コア事業って結局顧客基盤なので、はいはいはい、その顧客基盤に対してまあどういうその新しいニーズを発掘していくかみたいなところをこの3年ぐらいやってきたっていう感じですかね。位置づけとしてはふるさとチョイスがこれからいろんなチェンジホールディングスとしてソリューションを自治体に提供していく上での本当にそのいわゆる顧客基盤始まりになってるって感じですね。そうですね、まあ、ここから先 まさにその先ほど申し上げた、うん、国の政策の実現の現場っていうのは各自治体なわけで、子育てにしても観光にしても、うん、国がやりたいことって全てこう自治体がその現場なわけですね。そういう意味でその現場の様子っていうのがある種手に取るように分かるとか、まあ、現場にありとあらゆるその自治体にネットワークを張り巡らしてるっていう意味で我々の政策の実現力とか政策の実現のサポート力っていうのはかなりこれから高まってくるかなっていうふうに思ってます。あの現場めちゃくちゃ重要じゃないですか、当然ですけど、はい、その現場の解像度とかリアルっていうのはやっぱりチェンジ社は今最も詳しい会社、多分詳しいと思いますね。昨日も霞が関の方々とミーティングしてたんですけど、まあ我々が知ってることが、あと我々が持ってるデータ、例えば自治体の全業務データ、うん、あのを、まあ、200自治体分ぐらい持ってるんですよ。何の部署があってどんな業務やってて、それは公務員じゃないととか、あるいはその業務にはどれぐらいのコスト時間がかかってるのかとかっていうデータを全部持ってるので、データを提供したりだとか、現場の要は国が考える例えばシステムの標準化ってすごく正しいんですけれども、うんはいはい、やっぱ細かいところ違うわけですよ。それぞれの現場でやってることが違うわけですよ、はいはい、これの調整が半端なく難しいので、はい、その調整をするための材料を僕らは提供できるっていう意味でですね、現場にこう強いというか、現場のことをよく知ってるとか、現場のデータを持ってるっていうことがある意味国の政策の実現に向けたサポートの基盤になるなっていうふうに思ってるんですよね。そういった課題とか国がやりたいことを現場である地方自治体に落としていくときに、そのやるべきことっていうのが、まあ、全てビジネスチャンスですよね、いわば。そうですね、もう全ての領域にチャンスがあるっていうふうに見てます。チャンスだらけ、チャンスだらけ、チャンスだらけ、チャンスだらけ。さん、あの次後半の方でですね、はい、個人的にもそして界隈でも一大ニュースとなった去年ですね、3月に SBI ホールディングスとの資本業務提携や、今年8月、東証プライム上場企業 e ガーディアンの公開買い付け、さすが福留さんという打ち手がたくさんありましたけど、いえいえいえ、後半の方で社長の方ちょっと聞いていきたいと思いますので、はいはい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。